はい、一番上も、お、全部カットしちゃいます。ハゲチャビになりました。もうハウスの上、暑い暑い。はい、こんな感じにですね、トリギ用の枝ができました。見てください、皆さん、虫がですねかなりついてます。うどんこ病に貝殻虫、すす病とね、こうやって乾燥しすぎたりね、暑すぎたり、葉水とかがかかっていないとすぐ病気になってしまいます。これはね、皆さん気をつけてください。そしてですね、もうこんな状態にねなったら、雑巾でですね、1枚2枚だったら大丈夫ですよ。でもこれだけ大量になってたら、もう雑巾で拭いたりねして取っていくのもかなり大変です。はい、そこで皆さん大丈夫です。ここからがですね、僕の力、皆さん勉強してくださいよ。再生できます。はい、皆さんもう分かりますよね、今の時期だからこそできること。こういうもう虫がついて葉っぱを拭かないとどうしようもない状態、もう全部カットしてくださいね。ジョキジョキ、こういう汚い葉っぱも全部捨てちゃいましょう。カットカット、もうそれだけです。まずはとりあえず皆さん全部カットしてください。はい、これが一番簡単でしょ。拭きも何もしなくていいという、めんどくさいことは省略しましょう。もちろんこうなる前にね、皆さん本当お手入れはしないとダメなんですよ。はい、こういう棒状になります。はい、どんどんやっていきましょう。はい、こんな感じになりました。棒状です。葉っぱ切ってしまったらね、もうボリュームかなりなくなります。はい、このままでもいいんですけど、一応虫がついていたからですね、これ今から、はい、ゴシゴシ洗っちゃいましょう。じゃーっと流して、虫はですね、水が嫌いなんで、ある程度しっかり流してゴシゴシ、ね、こういうですね、隙間にいたりするんで、こういうとこ爪でね、しっかり洗ってあげるといいです。これをね、やっているかやっていないかでね、虫がついている確率もだいぶ下がるんで、やった方がいいです。まあ 100% ね、虫がいなくなるわけじゃないですけど、この中にもね入ってる可能性がありますけど、まあ予防です。はい、はい、洗ってきました。じゃあですね、次はカットしていきます。自分の育てたい長さでね、カットしていくといいです。これは自由です。今回はですね、この大きい枝ね、細い枝とあるので、大きい方の枝はある程度大きく育てたいからですね、長めにカットします。はい、長さをですね、しっかり合わせてあげるといいです。えい、はい、そしてここでですね、カットする時の注意点、これちょうどいいですね。はい、根もですけど、根もこの葉っぱが出ているこの節の部分からしか根が発芽しません。なので15鉢だったらですね、しっかり植わるからいいんですけど、短い5号鉢、3号鉢とかだったらね、
ここでカットしてね、ここない部分が刺さっていても根が発芽しないので、必ず土に埋まる部分にね、この節の部分、葉っぱがね生えてた部分ですね、この部分が土に入るようにしましょう。これ結構忘れがちです。皆さんやってくださいよ。これをしっかりやるかやらないかで、刺し目ちゃんとできるかできないかの確率もかなり変わってきます。もうですね、こう覚えてしまえば簡単なので、どんどん刺し目は皆さん今の時期にやった方がいいですよ、ね、こうやってカットするとき、こっちが下になるからここを残してあげます。上はですね大丈夫ですよ、これがあるから。はい、じゃあ細い方の枝はですね、これはまだ大きいか、短くだいたい10センチぐらいに分けていこうと思います。入れて、先ほど言ったように節目を一番下に残してカットしていくといいです。これもですね、ある程度長さを揃えた方がいいです。でもね、節が合わないんで目分量でいいんですよ。大体のところで、ここでカットしないでくださいね。ここでカットするとここが土に埋まるから芽が出にくいです。なるべくならここかここでカットしましょう。はい、こんな感じです。そしてですね、数を増やしたいからといってあまり細切れにするとなかなかつきにくいです。だからね、ある程度の長さでカットしてあげてくださいね、はいはい、なのかな。これね、僕もずっと気づかなかったんですけど、これに気づいてからはしっかりついてくれる確率が多くなりました。なぜつかないんかなというのがね、ずっと思ってましたけど、簡単なことでしたね。でもこれも皆さんやってみないとわからないことです。こうカットしながらですね、虫ちゃんたちもついてるかついてないかをしっかり確認してあげるといいです。葉っぱをね1枚残してあげた方がいいんですけど、こう芽がついてますよね。でも虫がかなりついてたんで、虫ってこの芽の中にね入ってるんですよ。新芽が好きだから、だから今回はこの新芽はカットしましょう。虫がですね、やっぱりまだついてますね。はい、終わりました。こんな感じになりましたけど、長い方はねこのぐらいです。あれだけ葉っぱがついてるとね、たくさんあったようですけど、カットしてみるとねこんな感じで、あまりないですね。増やそうと思ってもこれがね 100% 全部ついてくれると最高なんですけど、そうでもないので、そう簡単には大きくたくさんは増やせませんね。はい、じゃあ刺していきましょう。土準備しました。僕はですね、あまり土こだわりないので、刺し目用の土とかは使いません。普通のね植え替え用とかに使う花と野菜の土を使います。これです。見えるかな、まあ、20リットルで700円ぐらいの土です。はい、これに今回はこれ、6号ポットかな、もう底石はね入れません。刺しやすいように
はい、こんな感じです。刺しやすいようにですね、ぎゅうぎゅう詰めじゃなくふわっと入れた方がいいです。入れてね、一回一回刺していくより全部作り上げてした方が楽ちんですよ。これもですね、刺し目の工程で必ず一つ一つをですね全部準備してやった方が早いです。でこういう土もですね、こういうこぼれないように大きなやつでですねやるとやりやすいですよ。あと片付けも大変です。これもコツです。簡単にですねすぐやれる環境を作っておくといいですね、今の時期だけでも。そうすると刺し目苦労なくやれます。なかなかですねこの準備する段階のことがですねめんどくさくてやらないと思うんですよ。僕もやりません。枝が45本あったので15パック1パックにね3本ずつ入れて15パック今回は作ろうと思います。はい、完成しました。あとは簡単です。ズブズブっと刺していくだけですけど、皆さん注意点、上と下をね逆に刺さないようにしましょう。見分けるコツはこの節があるときはですね上を向いてる方がね下です。わかります？こう上を向いてるでしょ。そしてですねこれ取ったときにわかります？ちょっと三角形になります。でこの尖った方がですね下です。はい、ズブズブね。本当はこれに1個ずつこれでもいいんですけど、枯れる可能性があります。枯れた時ねこれもったいないので3個ずつ僕はね刺していきます。ズブズブ、しっかりこの節の部分が入るようにしてください。はい、超簡単。そして軽くここで押さえてあげるといいです。水をかけるとですね閉まるので大丈夫です。はい、次どんどんやっていきましょう。ズブズブ、ズブズブズブね。え皆さん簡単でしょう。こうやって刺し木増えちゃったらどうなると思います？皆さん、これアフリカンプリンス、これぐらいがですね15パック増えたら3本ずつ入ってたら皆さんいくらで買うと思います？ネットで見てもかなり高いですよ。そしてこうやってお尻で増やす分はですねただじゃないですか。はい、これがねダメな場合ですね。これほら節ここでしょ、ここにも節がありません、ここにも節がありません。なのでこれがこんな感じで刺さってたら最初の節がここなので根がつきません、枯れますね。こうしてもダメです。これは外しておきましょう。これはですねえっと思われるかもしれませんが、僕もですね本当これ気づいたの最近です。何回やっても何回やってもですねつかないやつがあったんですよ。なんでだろうって、もうつきにくいのかなと思ってたらこれに気づいて今回やったら全部つきましたね。意外に当たり前のようで知らないこの事実、そんなことも知らなかったのかよとね言われがちですけど、まあ長年植物に携わっている僕ですらそんな感じなので簡単じゃないんだと思います。生産者はですねこれを何万ポットとやっていかれるので本当大変だと思いますよ。これをロボットでやるっていうのはないと思うからですね、あるのかな、効率がですねいい方法があったら、もし生産者の方この動画見られてたら教えてください。なかなか企業秘密で無理かな。
はい、完成しました。ズブズブっとちょっと余ったやつはね4本入れましたけど、こんな感じです。はい、じゃあ今度はこの大きい方の枝やっていきましょう。もう簡単です。この10号鉢の何でもいいですよ。鉢はまた綺麗についたら変えるので、もうドンと押していきます。男らしくドンと突き刺すだけです。上と下をね間違えないようにやっていきましょう。よっよっ。これもですね、本来なら1本ずつで大丈夫なんですけど、枯れた時のことを思ってこうやってたくさん入れておきます。このまんま使ってもいいし、根がしっかりついた後分けてあげればいいです。はい、たくさん作りすぎると場所も取りますしね。こんな感じです。はい、これで挿し木完成です。はい、じゃあ最後にしっかりお水をかけます。ジョボジョボ。一度しっかりあげたらですね、次は乾燥させます。水がずっとあるとですね、根を出しにくいです。水を求めてですね、根がしっかり生えていくような感じの状況を作ってあげます。しっかりね乾いたらまた水をあげますよ。今回はこのまま植えましたけど、一度ですね1日水につけたり、メネデールという発根剤促進剤が売ってあるので、それに1日つけておくとまた根が生えやすくなります。まあですね、これでもだいたいつくと思います。今の時期はですね。はい、いかがだったでしょうか。アフリカンプリンス希少種のね挿し木でしたけど、虫がかなりついていました。でもですね、こんな感じで葉っぱをしっかり切り落として洗い流してですね、挿し芽すると復活させることができます。でもですね、 100% 虫がいなくなったわけじゃありません。これから先はですね、皆さんじっくり観察しながら待ってください。芽がですねしっかり出始めます。その時にですね、やつらは大好物を狙って出てくる時もあります。でもですね、あれだけ葉っぱにたくさんついていたのと違って、新芽とかねちっちゃい葉っぱに出始めるやつはですね、消毒液とかですねスプレーでシュッシュッシュッと振って退治できるので、格段に簡単になります。皆さん、アフリカンプリンスがこれだけたくさん45本あります、ね、計算してみてください。売れたと思ったらワクワクしませんか。もともとはただの状態から稼げるんです。皆さんどんな形でもね生きていけます。不景気になっていますけど、いろんな投資方法あります。これは観葉植物投資法です。皆さん、このチャンネルを見てる方だけの有料情報なので内緒ですよ。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、じゃあ今日はですね、アフリカンプリンスの挿し芽の仕方でした。ぜひやってみてください。手が汚れるので注意です。はい、じゃあ今日はここまで。バイバーイ。